こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、グレン・ミラーシリーズ第2弾で、ムーンライト・セレナーデをやっていきたいと思います。もう、ムーンライト・セレナーデはね、映画見ると本当にね、この曲もう一回聴きたくなります。本当にね、愛の歌って感じですけどね、やっていきたいと思いますね。で、バラードの使い分けをやるんですが、まあ、ダンスバラードと通常のバラードの違いってことですね。ここら辺の勉強をしたいと思います。構成解説をやってから、セクション部分の決め方。で、通常のバラードもスイングをするということ。スイングするというのはどういうことかっていう説明と、ダンスバラードとの役割分担っていうことの解説をしています。それでは、始めていきましょう。はい。ですね、詳細欄の方にですね、この、3つのパターンの、動画が貼ってあるんで、ぜひご覧いただきたいんですけど、まあ、グレン・ミラーの元々のパターンっていうのがテンポ74ぐらいなんですけど、チャーリー・ヘイデンがこれをバラードでやってて、しかも最初メロディーを弾かずにベースソロから始まるっていうすっごいのやってるんです。めちゃくちゃかっこいいんですけど、途中でメロディー出てくるんですけどね、サックスが吹いたりしてるんですけど。で、それに今度はそのベースのアドリブと、もう、に歌詞つけて、こういうのボーカリズって言うんですけど、このベースのアドリブ全部歌詞をつけて、で、こう、なんかこう、カートエリングがやってるんですよ。これが素晴らしいですね。元々のムーンライト・セレナーデについた歌詞に、さらにこう、なんかこう、違う歌詞を全部つけて、もう詩的になっていて、ものすごい長いこう、物語みたいなのができてて、まあすごいんですよ。だからこう、なんかね、こう歌詞がめちゃくちゃかっこいい。これ、トクちゃんとね、一緒にライブやった時に、これを歌詞をね、全面でこう、こう、後ろ側に出してね。で、和訳を一緒に、なんか、徳ちゃんと一緒に二人で、ああでもない、こうでもない、こういう意味なんじゃないとかって言いながらやってたんですけど、すごいロマンチックな、なんかこう、いわゆるその、トワイライトと、その、普通のね、トワイライト、夜と昼がこう、キスすると、みたいな。それがトワイライト、みたいな、なんか、もう、やばいでしょなんかね。っていうような、すごい、もう本当にカートエリング。これの和訳ね、どっかにあるんで、またメルマガの方には、それ、和訳したやつをちょっとお渡ししたいなと思います。やっていきましょう。で、その、テンポがですね、まあ、グレン・ミラー74ぐらいでやってて、チャーリー・ヘイデンが64。やっぱりバラードにしたいんでちょっとテンポを落としてます。で、バラードになると2ビートなんですね。で、ダンスバラードっていうのは4ビートなんですよ。で、ここら辺の解説をしていきますね。で、カートエリングが45で。で、45でやってるけど、まあ、なんかハーフのテンポなので、だからまあ90ぐらいって考えても全然おかしくないというか、そんなにテンポが変わってる、原曲と変わってる感じじゃなくて、引き伸ばされてるか、ちょっと言って、なんかこう、大きく拍を取ってるって感じなんですね。なんで、まあその辺もちょっと解説しながらやっていきましょう。まずはですが、楽曲解説ですね。もういきなり入っていきます。で、元々原曲のやつはダンスバラードなんですけど、こうずーっと淡々とやっていきます。これは淡々とやる理由があるので、それドラムでちょっと解説してます。でもいきなりメロディーでね、入ってきて。要はもう、ドラムが淡々とやった上でメロディーが全部、タラダダラ、タラララララっていうのと、タラララってちゃんとこう、受け答えが全部、管楽器で完結してるんで、ドラムは何かもやらん必要なくて、こう、スイングするっていうことが大事なんですよ。で、A、A2 ってやって、B メロのとこだけここ、たー、パッパッパッパーっていうこのドラマチックなとこね。ここは3連のとこドラム叩いてないんですけど、ここ結構叩いてほしいって言われることがある、ブラシで叩いてもいいですよね。やって。で、2回出てきて2回目はもっとスティックに持ち替えてドラマチックにやります。で、2番ですね。2番はですね、もうサビから、要は、ワンコラスやって、AAB やって、BA やって終わりなんですね。まあ、短めに、アレンジされてるんですが、だーら、たったった、ここだけロールで、13ストロークロールで、だーだ。で、一拍休むと。ここがすごいドラマチックですね。で、あとずっとまたブラシに戻るんですよ。でここの部分ですね。ここ203連は、こう、もう、カッカッカって合わせてもいいかなと思う。やり方はちょっと後で、ね、やっておきますね。で、まあ、あとは、最後、だだらら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 、じゃあだけ決めるんですけど、これはもう10小節やったところで止まって、管楽器待ちという形ですね。アッチェルがかかってちょっと早くなるんですけど、これはもう音を聞いて合わせるって形ですね。はい。セクションの部分ですね。セクションはだから、さっき1回目のところがこうやって止まりますが、このアレンジによってはですね、ここもまた一拍開けてブレイクしてるやつのバージョンもあるんですけど、基本はここ、2拍休むだけです。
で、2回目のところはここだけドールにしてますけど、ここ、チャーの、ここハイハットをオープンとクローズにすることによって、こう持ち帰る時間ができるんで、ここの3連合わせてくれってトランペットが言うことがよくあるので、そういう時はこれでやって。で、まあ、6連2つ分の頭っていうのをプレスロールでやればいけるかなと思います。はい、それでは聞きましょう。ダンスバラードっていうのが、さっき説明した80、テンポ80ぐらいなんですけど、74ぐらいで、まあこの曲はやってます。このダンスバラードっていうのは、要は基本バスドラで、こう、進行する感じ。だから、インザムードとか、茶色の小瓶とかとか一緒で、これで、要はシングシングシングは手で、まさに、っていう風にやってるのを、まあバスドラでやってる。で、これをゆっくりにして、テンポ80ぐらい。っていう、この時のダンスの仕方。で、このフェザリングって言って、ただ踏めばいいんじゃなくて、こう、トントンってついてあげて、ここの中にフェザリングって、フェザー、羽毛がね、いっぱい入ってて、それが飛び散らなくて、ボワッ、ボワッってなる程度。スピードがいるんですよ、踏む時の。だから、で、踏みながら、で、ダーラバラーラバラの時に、管楽器が、ダーバラララ、ダラララララって、こう、合いの手も全部管楽器がやってるので、ドラムは間いろいろ埋めなくてよくて、ドラムとベースはひたすらこう、四分音符で、ダラララ、だから区切りのフィルインとか、やってもいいけど、これもやらなくてもいいぐらい。で、ずーっとやってて、決めは2箇所だけですよね。B メロの、ダーだ、タッタッタラララのとこね。で、これバージョンが2つあって、1回目は決めないバージョンがこれ元のやつなんだけど、1回目もタッ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 タララっていう風にやってる人もいます。なので、どっちでもいいですが、譜面に書いた通りね。で、3連を決めてほしいって言われたら、タッ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 タ決めてあげたりすることがありますし、タッタッタッジャーのところは盛り上げたい。でも2回目のサビがすごく強調したいみたいなので、2回目のサビのとこはタッタッタッタ、ここをロールかけて、これ原曲こうやってやってる。ここだけスニア叩いてる。でまたブラシに持ち替えるんですが、ここは一番言いたいとこみたいなイメージなのね。だからここを、この時はだから普通はブラシこれ外してて、この短時間でこれ上げて持ち替えてってやらなきゃいけないので、おすすめはですね、ワン、ツー、スリー、フォー、タッ、で、タッタッタ。っていう風にやるとうまくいくんじゃないか。どうしても、もう、ここだけだから、タッ、タッタッタッタ。っていう風に決めちゃっても、あとブラシみたいな感じでいいかな。か、もうスティックに持ち替えたら、この後はもう。でも、この後、ライドに行ってほしくないイメージは、やっぱこの曲あるよね。なので、この曲の場合は、こういうところは、やっぱ、この、もう、ダンスバラードを中心に、決めは一箇所だけ。ここだけ頑張る。持ち替えだけ頑張る。もう、ここだけが見せ所みたいな感じね。新世界の、シンバルの人。長い楽曲の中で一回だけシャンって鳴らすやつね。それも大きい音じゃなくて、シャンって鳴らす。そのためのだけに、その曲の間ずっと座ってる人が一人いるみたいなね。で、有名なやつで、ね、ずーっとやって、さあって立ち上がったんだけど、あ、ミスったと思って、そのまま座る人がいるみたいな。一回もこれを叩かずに同じギャラをもらうっていう、結構有名なお話があるんですが、まあ、それどうでもいいです。っていうので、ここだけ、タッタッタッターのところだけ頑張るみたいな感じね。で、チャーリー・ヘイデンがすごい美しくバラードでやってる。ああいうバラード、テンポ60のバラードになると、バスドラ2ビートで。で、このブラシ何にしてるかと、この間のノイズ。これでこの回転を出すわけ。ね。で、スイングしてるっていう形、要はこの2、要はダンスビートもそうなんだけど、結局はスイングしてるっていうのはこういうこと。これがテンポ速いと、あら、ダダッタ、ダダッタってフレーズが、ダダッタ、ダダッタ。音がすごく少ないけど、こう、
こう回転する感じを出してもらうと、音が飛んでいくから非常にこう空間が埋まるのね。これスイングしない人がやってやると、ダダダダダダ、もうサックスが吹いても吹いても前に進まないみたいな感じになるのね。だからスピードがいるんです。音の感じと、この、音がこう、ゆっくりのところと、速度があるとこ。要は、物がこう、ジャンプしてるんです。ここを楽しみつつ、ここの速度で、この大きさを表現してるのね。だから、スイングしてるとすごい楽なわけ。だから、ドラマもとにかくスイングするっていうことが大事なの。だから、これも、ただこう回してるだけじゃなくて、バスドラがさっき言ったフェザリングでスイングしていて、こっちもこう、スイング、こう、要は、ゆっくりの部分をノイズで表現しつつ、なるね。そうすると、もっと大きくなるから、こう、こうゆっくり回ってるけど、この速度の当たるところだけ、ヒュッ、ヒュッ、ヒュッっていう感覚をこのブラシで表現する。そしたら、最終的にはバスドラと、このハイハートでダラーラー。これで進行させとけば、こういう感じがバスラで出せたら、いろいろ間を埋めれるわけですよ。ダンスバラードの時は、管楽器だけでやってるから、だから、ドラムは別にこんな間埋めなくていくて、どっちかともスイングすることだけに専念すればよくて、こっちの場合は、バラードの場合は、他の人と一緒に空間をいろいろお互い間で埋めないと、面白さがあんま伝わらないって感じ。ましてやカートの曲になってくると、歌詞が詰まってるから、歌詞はあそこにつけたからね。だから歌詞で喋りきれないからゆっくりになるわけ。そしたら40でしょ。でもあれだから80の、あー、ずんたらららの倍だから、なーららら、ならら、ならら、ならら、みたいなイメージ。だから、ハーフテンポみたいな感じになってるイメージで考えていただければわかるんではないかな。思います。なので3種類のムーンライトセレナーデを使ってバラードの使い分けの勉強をしました。はい。バラードは非常に使い分けがね、勉強になるんですよね。なので、ダンスバラードでって言われた時っていうのは、あんまりごちゃごちゃ埋めなくて、こうスイングすることを中心に考えて、バラードの場合は間をしっかり埋めなければいけないですね。そういうのも、こう言われた時にそういうことが感じ取れるかどうかっていうのもすごい大事なので、勉強しておきましょう。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。